マーガリット・エミー・バーネットは日本で活躍したイギリス人の宣教師。1878年にイギリスのノリジ氏で英国教会の牧師の一人娘として生まれた。1891年13歳の時に母が死去する。市範学校を卒業すると教会付属の学校の責任を持ったりオルガニストを務めたりして父の巻き替えを助けた。1904年 26歳で直接検診を決意する。宣教師としてインドか中国か日本へ行くことを祈る。その中で1908年に特に日本伝導体に関心を持ち学び始める。中央がバゼット・ウィルクス1909年ケズイック・コンベンションに出席して日本でのバゼット・ウィルクスの働きを聞き、ロンドンで行われた日本伝導体の集会に出席し始めた。 1917年に父が死去する。その年末12月6日に39歳で日本伝道隊の宣教師として日本に向けて旅立ち、横浜に着いた。その後、日本伝道隊の有馬政会に出席して、足尾銅山で伝道する宣教師が必要ですという招きに応じて、鉱山宣教団の宣教師になるため立ち上がった。 共に働いた船木林一1920年船木林一牧師と共に足尾町で伝道活動を始める大間,間町境町に伝道を拡大して行った1925年船木林一と共にセントラルジャパンパイオニアミッションを設立した同じ年大田市に聖書学校を開校するそこから栃木県群馬県 埼玉県への伝道のビジョンを持った。イギリスに一時帰国する。1927年群馬県前橋に移り、伝道を開始する。聖書学校も前橋に移転し、前橋聖書学寮になる。また、ディーパー宣教師がイギリスから来日して、バーネットを助けることになる。1941年からの太平洋戦争中は、戦時中敵性国民として軟禁されていた。 1950年に福音伝道教団の理事長に就任する。1951年安藤貴一に前橋聖書学寮の新学生を託して日本で死去。ありがとうございます。